はい、皆さん解けたでしょうか今回の問題確認していきます。問題は中央大学附属中学校の入試問題です。全体の図は一辺が10センチの正方形。そして分かってる長さ、他にここが2センチ、ここが3センチと分かってます。求めるのはこの中にある四角形の面積を出してくださいという問題です。まず図を見たときに全体の正方形の面積は出せるよね。 一辺が10センチだから 10×10 10で出せる。で、その後、この白い三角形のところ、じゃあ面積を引こうと考えてしまった人。これちょっと困りますよね。三角形の面積出そうと思っても、長さが全然わかってないから出せない。じゃあこの問題、どうやって解けばいいのかということですが、この問題、実はね、もう中学入試ではもう定番のよく出るね、品質の問題になります。 なので、実際の入手だと、10秒以内には解き方、絶対に思いつかないといけません。ということでね、分からなかった人、ぜひこれを覚えておいてください。ポイントです。長方形。まあ、もしくは今回はね、全体が正方形でした。こんな風にね、長方形、正方形の中に四角形がある場合、どうやって出せばいいかって言ったら、これは補助線を引いてください。これが絶対必要です。 補助線を引いて、そして小さい長方形に分けていくってこと。これが今回の問題のポイントになります。じゃあ、どういう風に分けていけばいいのか確認していきます。やり方、ぜひコツがあるから覚えておいてね。コツは、この中にある四角形。これの、この四つの頂点。この四角形の四つの頂点。 この4つの頂点から補助線を引いていきます。今見ると、ここの頂点から、はい、線が引いてある。ここの頂点からも線が引いてある。だから、あとは、残りの、ここの頂点。そして、ここの頂点から補助線を引いていきます。はい、まずは、じゃあ、ここの頂点から補助線。はい、こんな風に引いてください。いいでしょうか。はい、そしたら次。こっちの頂点。こっちの頂点からも補助線引いていきます。縦に、 はい、こんな風に補助線を引けばいいんですね。そうしたら、なぜこの問題解けるかっていうと、ここに書いてるように、長方形、対角線で分けた場合、面積が、そう、左と右で同じになるってこと。これ以前も平行四辺形の問題で先生説明しました。平行四辺形って対角線を引くと面積を半分個に分けることができる。 もちろん長方形もね、平行四辺形の仲間だから、長方形ももちろん対角線を引いたら面積半分ごずつに分かれます。今皆さん図を見てください。長方形に対角線が引かれてるっていうところ、いくつもあるはずです。確認します。例えば、まず、この左下の長方形、ここを見てください。この線が対角線になってるね。つまり、ここの三角形。 それとこっちの三角形、面積が同じです。同じマーク書いときます。まるで書いとくね。こことここ、面積が等しい。そして他にも、次。皆さん見えるでしょうか次、右下のこの長方形見てください。ここにも対角線が引かれてます。つまり、こっちの三角形とこっちの三角形、面積が同じ。 そして次、右上のこの長方形。はい、ここのちっちゃい長方形です。ここにも対角線が引かれてます。だから同じマーク。三角マークにしておきます。こことここ、面積が同じです。そして最後、この左上の長方形。はい、ここにも対角線が引かれてます。はい、ここは、じゃあ四角マークにしておきます。ここまでいいでしょうか。そしたら最後、残った部分。あるよね。残ったのは、 今先生が色を塗った、ここの長方形だけ唯一残ってます。この長方形、対角線は別に引かれてません。だけど皆さんわかることがあります。そうです。縦の長さは、言ったら、横を見ると2センチと書いてる。ここは2センチ。そして、この長方形の横の長さは、言ったら、下を見てください。3センチと書いてる。 つまり、この真ん中の長方形は面積が出せます。2×3、縦×横で、ここは6平方センチと分かるはずです。ここまで皆さん、できたでしょうかそしたら今、全体の図を見ましょう。はい、同じ面積のところ、同じマークで先生書いてます。はい、図を見ると、マーク、丸、星、三角、四角、全部2個ずつあるはずです。 いいでしょうかそして真ん中が6平方センチ。そして最後。はい。この緑色の正方形。この緑色の正方形、一辺が10センチだから、10×10 10で100平方センチと分かってます。ということは、もう分かること、皆さん出せるでしょうかこの丸、星、三角、四角、2個ずつあるけど、 このマーク2個ずつで何平方センチかっていうのが出せるはずです。そうだよね。全体の面積が100平方センチ。そして真ん中が6平方センチだから。100からここの6、ポコッと取ってあげたら残るのがこのマークのところになります。はい。ということで書いておきましょう。はい。丸、星、三角、四角2つずつで面積は100から この6を引いた94平方センチとわかります。いいでしょうかということは、全部のマーク2個ずつで94平方センチってことは、1個ずつで何平方センチか出せるよね。1個ずつだと面積はこの94の当然。マークがちょうど半分個になるから、面積も半分になります。9 4る2で、これが44。 7平方センチと分かるはずです。はい。ここまでいいでしょうかそしたら最後です。皆さんが求めたかった、この斜線部分の、この四角形の面積。どうやって出せるかって言ったら、そう。マークは、丸、星、三角、四角、全部一個ずつです。このマークのところ、4つで47平方センチ。そして真ん中が6平方センチなんだから。 はい、このマークの合計の面積47と、そして真ん中の6平方センチ足してあげたら、求める四角形の面積になります。47平方センチと真ん中の6平方センチ足します。合計すると53平方センチメートルということです。いいでしょうかということでね、今回の問題、もうね、土定番の中学受験のね、入試問題になります。本当によく出るから、 えー、分かんなかった人ね、思いつかなかった人は絶対これ思いつけるように、このポイントを覚えておきましょう。で、こんな風に中学受験の算数の問題、毎日配信してますが、ぜひあの中学受験のね、算数について深く学びたい、もしくは今勉強してるんだけど、ちょっと算数が苦手で、えー、得意になりたいという人のために、この YouTube チャンネルでは、1から学ぶ中学受験算数という、えー、シリーズで、 全単元算数を配信しておりますので、ぜひそちらの方もチェックしてください。あとは中学受験の算数でよく出る計算問題。この計算問題もね、例えば資格を求める計算とか、そういったものも苦手という人のために、えー、受験算数、計算達人への道っていうね、こちらも、えー、シリーズを配信しておりますので、ぜひそちらのチェックもお願いします。おそらく今、この、えー、画面上に再生リスト出してるはずなので、二つとも。ぜひそちらチェックしてください。 以上です。